揃ったんで、はい、じゃあ全然大丈夫です。お願いします。いいかな。痛い。公園の駐車場っていうかバスはまずどこにつけるかいいですか。知ってる？畑山のわかるか。向こうで。サッカー見てるはその覚悟だって言ってたって。見てフリーでしょ。何見てた？本当は何見てた？サッカーショー。グバルディオル。え？グバルディオル。グバルディオラ。グバルディオル。グバルディオラ。マリアンの靴どうなってる？靴。試合当日にパンツは変わったね。パンツはやばい。聞いたことない。試合当日にパンツ。パンツだけはダメやろ。これがダメだね。黄色のラメ。光ってるからちょっと。黄色に光らしてる。でも A2 なんだよ。A2。けど俺ここまで押されてない。一発で走る。堂々とプレッシャー。その中で本当に40分ゲームだな。80分間交代選手も使って攻守においてしっかり主導権を握って OK 取るだけ取ってこい。試合に出たい、活躍したいって気持ちを出して OK 全面に戦ってゴールに向かって走って逃げのバックパスするならゴールに向かい OK。 で今日キャプテンコートだからコート中心に OK 全員がまとまって大量得点取ってこい。 OK そういう姿勢でチーム力高めてやっていこう。 OK 80分間入りからしっかり全力を上げてやっていきましょう。よしセゴッセゴよっしゃ行こう、ハト君。さあ、リュウ君頼んだ。よっしゃよっしゃよっしゃ行きまーす。5、4、3、2、1、行こう行こう行こう。浜太陽選手、これが浜太陽か。選手なんかもう、マジか。王様だよね。頭上がんねえ。お願いします。よし、みんなお疲れ。明日も頑張ろう。よっしゃ頑張ろう。はい、ということで札幌を帰ってきました。
本日は6対0で、新徳 FC、に勝利しました。今日はまあベンチから見るという形になったんですけど、まあ立ち上がりねちょっと苦戦してしまったんですけど、まあ後半6点取って、勝利することができたということでね、明日勝てば全国とりあえず決まりなので、まあ明日に向けて自分もいい準備して明日最高のパフォーマンスできるようにやっていきたいと思います。明日の試合に向けて風呂に来ました。だいたい試合前の風呂はですね、長風呂しすぎてもあれなんで、本当に交代浴を4往復5往復ぐらいやって、水風呂30秒入ってお湯1分入ってみたいなのを、筋肉がちょっと怪しいとこあったら電気風呂でちょっと当てたりとかしてます。そんな感じで今日も行ってきます。ということで、今日も一日終わりました。今日は全社予選、準決勝ということで、まあ明日勝てば、全国決定なんで、しっかり勝って全国決めたいと思います。明日も最高の一日しましょう。 SNS のフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢。